さあ、今日は一九八十年ですよ。はい。まずは洋楽。今日はですね、スティックスというですね、バンドを紹介してみようと思うんですよ。スティックス。ね。うん、プログレって聞いたことあります？けいこちゃん。聞いたことあるんですけど、何かっていうのがちょっとぼんやりしてます。プログレッシブロックってあったんですよね。プログレッシブっていうのは前衛的、先進的。ああ<ー>。まあ、当時七十年代に出てきた音楽なんですけど。ええ。 まあ、1920年30年代から続くポップスっていうのは、まあ、歌謡曲的な感じですよね世界中いわゆる気軽に聴けて3分から4分まあ2分から3分ですね昔あの時代はねで楽しむっていうそれに対してもっと音楽はロックとかポップスとか、えー、自由でいいんじゃないかっていう勢力が現れ始めます当時ははロックは3分ぐらいの曲を 普通に決まったアレンジでそれをワイルドにダーンとやるのが当たり前だった時にエリック・クラプトンがかつていたクリームなんていうバンドはジャズはもう自由に永遠やってんじゃないかセッションでとアドリブで「ロックもやるよ」っつってね1曲で40分ぐらい演奏しちゃうとかそんなにあとはクラシックのように組曲的なものをやってもいいじゃないかとかね 自由にさまざまな音楽を組み合わせまくってそこには民族音楽だろうが何だろうがいいじゃねえか、えー、だからそういう意味ではある意味ビートルズのサージェント・ペパー・ゾロンリー・リハスクラブ・バンドっていうのはプログレ音楽と言ってもいいわけなんですよへ<ー>えそしてまたこのプログレの世界ってねマニアオタクが多いんですよ <laughs> 本当にうちの西村さん筆頭にねマニアオタクが多いんですねまあイギリスからドイツ 特に東欧諸国ではものすごくもうマニアックなグループがいっぱい出てユーゴスラビアとかさ当時あった、えー。えもうプログレのマニアはもう日本人でもマニア度がすごくて例えばフィル・コリンズがいたジェネシスっていうバンドの70年代のシングルの B 面違いが30万円で取引されたりとかですね、えー。もうプログレオタクの人たちの会話を聞いていると、えー。 何が曲名で何がバンド名で何が名前なんだかが全然わからないぐらい凄まじい会話してますね <laughs> <ー>まあプログレって言ってもさまざですよですからねうんまあそんな中そのプログレがアメリカにも渡るんですヨーロッパからねはいアメリカってやっぱりポップな音楽好きじゃないですかそうですねでそうやってマニアックにやるプログレサウンドにポップスな要素ももっとわかりやすくいいじゃないか言ってとそしてヒット曲が あ生まれたっていいじゃないですかっていう高校も出てくるんですよね、はい、それがボストンだったりとかあいろいろある中で今日ご紹介するススティックスなんです、はいえー、ドラマチックでメロディックでその両方を満たしたいみたいな感じの音楽に派生していく発展していくというかた<ー>やイギリスとかあっちの方では相変わらずこうマニアックな世界もずっとピンク・フロイドとかさ <laughs> そういうのが。 展開されていったりととかすするんですけど、はい、で超マニアックなところタンジェリン・ドリームなんていうですね,ねもう環境音楽じゃねえのかっていうぐらいね。へえ<ー>、まあ、そらく SBS の「そうのおじさんは今まですね <laughs> あったねやばかったねあの頃ののタクは」っ <laughs> つって言ってんじゃないかなと思いますけども、はいえー、当時は、まあ、ポップなものが好きだった佐藤筑前はそのアメリカンプログレーの方にやっぱり引かれていきまして。 えー、今日ご紹介するこの曲は僕はもうヘッドホンでベッドの中で爆音で聴いてマジで泣いてましたね。<ー>あまりの美しさに。他のポップスにはないプログレのこういうメロディアスなポップスっていうのはなんかこうクラシック的な要素がアカデミック感が漂いながらポップだったからなおさら心は現れる感があったんですかねきっとねちなみに曲のタイトルは「ベイブ」ですけども。ベイブ ベイブっていうのはベイビーと同じような意味ですね。<ー>ベイブって映画もありましたね。ブダの。ブダさんのね。あと、はい、ベイブっていうアイドルグループもいましたね。八十年代後半にね。<ー>知りませんか。ちょっとわからないです。そうか。そうか、恵子ちゃん。三歳とか四歳とかになるんだ。八十 <laughs> 年生まれでございます。はい、ちなみに、このベイビーと同じ意味でベイブって使うんだっていうの、この曲で僕は知りましたけれどもね<ー>、うん。それでは、スティックスで名曲。ベイブ。 お送りした曲はスティックスでベイブでしたこちら1980年のビルボード年間ランキング20位でした美しいでしょねえイントロも心地いいですイントロのあのエレクトリックピアノですよねフェンダーローズっていうやつですけど、はあ、僕はあの楽器今でこそコンピューターの中で出るんですがあれの本物これがね欲しくてね、はい、昔ロサンゼルスでね 当時はもうあまりそんなに見向きもされなくなり始めた頃で万万円円ででで買っって15万円で船で運運びびましたよ <laughs> そっかかがね <laughs> 確かに今やもう超レア物でち<ー>まなこで若者たちが探しているフェンダーローズこれ我がバンドの藤田千秋が大学で教えてるんですけども、はい、学生たちに本物を味わわせてあげたいってんでうちから借りていきましてですね まだ帰ってまいりませんけどねえやっぱ困る、ね、なくさないでほしいなと思ってなんですけどそうですよはい。<laughs> ということでございまして、えー、スティックスでベイブ聞いていただきましたけどもはい。さあ続いては邦楽、はい、水谷豊さんご存知ですねはいもちろんでございます相棒です相棒相棒そういえばちょうどね先日も久しぶりに再放送のやつを見ましてえ、やっぱり泣きましたねああ<ー>。よくできたドラマですねですあれねうん。 本当に素晴らしいドラマだなと思いながら見てましたけども、えー、さあそんな水谷豊さん、はい、今でこそ冷静で、えー、クールな役柄を演じてらっしゃいますけれども、えー、1980年には熱中時代というですね、はいえー、先生のドラマこれの主役だったんですへ<ー>これもやっぱりケ口知らないよね見たことないですねはい。それはそうだわな、えー、熱中時代っていうのは先生編と刑事編っていうのがあったんですよ でどちらもセカンドシーズン、まあ、当時は第1シリーズ第2シリーズなんてありましたけども、はい、昔はワンクールなんていうようなあれじゃありませんので視聴率がいい間はずっとやりますからすごいですから半年から1年ぐらいやっててですね<ー>、えー、4シーズンって言っても3ヶ月かける4ではないわけですよね。 で、えー、ひたすらあお化け視聴率を取っていたまあ昔のようにネットもない時代ですから、えー、あと DVD とかもない時代なのでより一層テレビの視聴率が上がるっていうのは当たり前なんですけども、ね、とはいえすごいことなんですよね。はいまあ、あの半沢直樹さんのセカンドシーズンがやっと始まりましたけども。えー まあそれに匹敵すると言ってもいい、えー、お化け視聴率を取っておりますねです、はい、常に20%以上の視聴率だったんですよすごいですね最終回46.7%ですからね、えー、すごいこの水谷豊さんもともとは劇団の出身ですけれども「傷だらけの天使」っていうですね萩原健一さん「証券」のドラマで。はい えー、弟分のチンピラ役で大ブレイクしたたんんでですすよねねそうだったんです、ね、で当時は非常にメッセージ性というか,なんかニューシネマの影響が大きな結構シュールなドラマが花盛りだったんですけども、えー、最終回でね確かねエロ本にまみれてね「兄貴死にたくねえよ」って言いながらね水谷豊が死んでいくシーンがね、はい、非常に切なかったんですよね。 それでブレイクした水谷豊さんその数年後にこの熱中時代シリーズで大ブレイクを遂げるわけですね <laughs> そして今で相棒シリーズもう語るまでもない名優、はい、そして伊藤蘭さんの旦那さんでもございますね,ーすねはい、はいえー。この曲ねとても歌謡曲感満載なんですけども、ええ、実はね当時全盛だったディスコサウンドこれが編曲には大きく活かされております 当時のビージーズのアレンジがもろに取り入れられておりますのでねちなみに他のこの熱中時代シリーズでジグザグーとあったでしょカリフォルニアコネクションですねそうです、はい、あの曲もビージーズのディスコサウンドはそのままなんですけどもこれからお送りするこの曲もそれが生かされております滑舌が特徴ですね水谷豊さんの優しいザー ガビジバイっていう。水谷豊で優しさ紙芝居。お送りした曲は、水谷豊さんで、優しさ紙芝居でした。この曲はオリコン年間ランキング八十五位でした。優ざじざほとんどはや、やざじざって言ってるもんね。<laughs> そうやって歌ってましたね。 ガミジバイって歌っ,ってましたけどね。<laughs> ということで<ー>水谷豊さんね素敵な人だなと思いますけれどもねうん、うん、さあこの時間は僕がセレクトした最新洋楽ナンバーを続いてお送りしてみようかなと思いますけれども、はい、今日ご紹介するのはラウブというアーティストですね2015年にデビューしたんですけどもアメリカはロサンゼルスのアーティストですね。 デビューシングルの「The Other」これでいきなりブレイクしましてその後コンスタントに発表して今までの作品のストリーミング合計再生数は50億回まさにこのサブスク世代の申し子ですよね、えー、自分でまあミックステープ的なものを作って Spotify とか Apple Music とかそういうところに発表してアルバム発表というよりは単体で曲をどん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 送り込んでいって、まあ、今のアーティストたちってみんなそういう感じで展開していくんです です,けれどもですから昔のようにアルバムっていうような発想はもうないんですね<ー>今のアーティストっていうのは。ある意味 50年代まではそれが普通でしたからね、うん、だから時代はまたあの初期の頃に戻ったというふうに言ってもいいんじゃないかなという風に思いますですからねアルバム世代で育った人たちなんかは、うん、なんか寂しいなとかね、うんえー、なんか音楽が退化してるんじゃないかみたいな概念を持ちがちですけれども、えーえー、80年単位で見ると実はサイクルでしかないっていう。 うーんそういう流れの中でこのラーブという人も今の旬な曲の広め方でえ皆さんに曲を届けているという感じですね。はい、まあそういう中でもはやもう古いメディアになってしまっているラジオとかも逆に。 伝統的なトランディショナルであるからこそのサブスクにはできない展開っていうのが<ー>まあこの番組も含め、はい、ちょっと言い過ぎかもしれませんが独自の個性っていうものの生かし方できっと時代の中でですね、えー、一つのいい存在位置を築いていくんじゃないのかなって改めてね<ー>そのサブスクの展開とかを見ているとね非常に感じる昨今なわけなんですけども、はい、まあ何はともあれこのラウという人 えー、やっぱりこのアルバムでやっていく人と違って一一曲1曲が勝負でしょそういうことになりますよね、確かに。ねうん、ですから、一曲一曲の密度がやっぱり高いですよね、発表されていくもの自体がね、つまんないものを出すと、もう次からラーブで、ね、もういいやって聞かなくなるのも、このストリーミングの世界のシビアなところですから、ね、まあ30年代、40年代、50年代の,あのシングルがメインの時代と同じですよね。 ということでございまして、えー、そのラブの僕が大好きな曲ですね I like me better お送りした曲はラブで I like me better でした佐藤筑前 From Sing Like Talking レコード部屋 さあそろそろお別れの時間ですエンディングはあ今月発売されます、えー、シングライクトーキングの一年ぶりのニューシングル生まれた理由これを聞いていただいておりますけども、はい、さあケイコちゃんいかがでしたか今日はプログレを学びましたよプログレプログレうんでもプログレってやっぱり一言で言っても、うん、もう地域エリアによってもう全然ね、うん、組み立て方作り方が違うんだなっていうのも学びましたし、うん、なんだろうちょっと構えちゃってたんですけどプログレって言われちゃうと、うん このスティックスの「ベイブ」は本当に心地よくって素敵だなって思いいました、うん、はい、ですからねプログラムもね、うんえー、いわゆるこうクラシックとかと一緒ですっごくマニアックなもうバッハの「なんとか単調なんとかウんナ」みたいなひたすらこう暗い感じで40分以上演奏するような前衛的なものから、はい、もうそれこそ。 まああのー、コマーシャルでもよく使われるような、うんあのー、聞きなじみのメロディーのものっていっぱいあるじゃないですか。くるみ割り人形だったりとかねそういうのと一緒だってことですねプログラムね。ねうんうん、ということで、えー「シングル・ライフ・トーキング」佐藤筑前情報はニューシングルがリリースされます「はい、シングル・ライフ・トーキング」そして西村智彦君のソロアルバムも同日リリースです。 そして、Sing Like Talking の初の無観客配信ライブ Deliver You、これが8月29日と9月5日、どちらも選曲をほぼ変えて、えー、やる予定ですからね、ぜひともチケットをゲットして、えー、見ていただきたいなと思いますね。はい、詳しいことは Sing Like Talking のオフィシャルホームページで、えー、ご覧いただけると嬉しいと思います。皆さん、本当にコロナ気をつけていただきたいですよね。はい、本当に もう各自がちゃんと気をつけるしかもうないもんねそうですね世の中こんな回っちゃってるとね、はい、ということで、えー、手洗い顔を触らない俺すぐ顔を触るからね <laughs> <私も> <laughs> 気づくとね鼻かいてたりするのでね、うん、気をつけなきゃいけませんけども、はいえー、この後はウィリアムスひろこちゃんの番組「m y f a v o r e j a z z でお楽しみくださいそれでは来週の月曜夜6時にまたお会いしましょうお相手は SinglikeTalking の佐藤筑前とレコード係の小川恵子でした